歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川水仙さん、実盛初日を終えて市川團十郎さん、宮舘涼太さんへの熱い思い、市川水仙。成田屋ブログにて市川水仙さんが実盛初日を終えて市川團十郎さん、宮舘涼太さんへの熱い思いを語った。おはようございます。昨日初日でしたね。皆様いかがでしたでしょうか。スポーツ紙の方々より團十郎さん素晴らしかった、作品が分かりやすかった、宮舘さん頑張ってたとのお電話を多数いただきました。昨日の團十郎さんの LINE、 私が皆様にお伝えしたい團十郎さんの温かく柔らかく何も語らずも優しく見守っている姿が素敵でした。市川團十郎さんのブログ、初日を終えてから引用。初日を終えてほっとしてます。襲名披露公演を終えて團十郎としての初舞台、しかもお正月、さらに宮舘君、そして古典を伝わる形にとの挑戦、とても満足な初日の舞台となりました。これも多くの応援があってこそです。皆様ありがとうございます。嬉しいです。明日からも続きます。ぜひ多くの方々に。引用はここまで。團十郎さんブログから引用の感想。兄の團十郎さんは相当に疲れてるでしょうね。ほっとしているの言葉も心身ともに張り詰めて限界から来る漏れてた言葉のようでグッときました。今日は2日目ですが、まだまだ初日としてご覧になるお客様ばかりだと思います。皆様お体ご自愛いただきまして、お舞台を楽しんでくださいませ。市川水仙さん、実盛初日を終えて市川團十郎さん、宮舘涼太さんへの熱い思い、市川水仙でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。